関西大学バレーボール春季リーグの第7日目ということで、関西大学、これから12時からですね、高知中央体育館で関西学院大学との関関戦に挑むということで、今、選手たちは、試合前のウォーミングアップということでやっております。中央体育館もかなりの大入り満員ということで、クローズドになっておりますと。で、関西大学スタメンローテーションなんですけども、まあ、セッターに安井キャプテン、でサイドに隅田、でオポジットに、1年生の小山、でリベロ2枚が池田下崎で、ミドルブロッカーに安浦と中島ということで、関西大学今3勝3敗ということで、今日感覚に勝ってですね、一つ勝ち越して、自主以降に、また波に乗ってほしいなと思います。ご解像です。お疲れ様でした。安井良主将です。関西大学バレーボールリーグの第7日目ということで、カンカン戦となりましたけども、最後の最後でもつれて2対3ということで敗れてしまいましたけども、今日のまず試合どうでした？まあ、すごい応援が多い中で、まあ、その勢いに乗っていい試合はできたと思うんですけど、まあ、最後やっぱり自分らの決めきる力がちょっと足りなくて、向こうの監督さんの方がそれがちょっと上回ってたかなと思うんで、まあ、それが最後の負けにちょっと繋がってしまったかなと思ってます。なるほど。で、まあ、第1セットから本当取って取られてというような試合でしたけども、第1セットちょっと落としてしまいました。どうしたら、そのチームのムードとして悪くはなかったと思うんですけども。はい、そうです。まあ、全然その自分らのバレーができてんと負けてるっていう感じではなく、まあ、向こうもいいバレーしてきたし、こっちも自分らのしたいバレーできてて、まあ、そこで、まあ、さっきも言ったようにその粘りで負けてしまったかなと。なんで、まあ、全然雰囲気的には2セット目落としても悪くなかったので、次取ろう次取ろうという勢いに取って10セット目は取れたので、なるほど、はい。で、逆に第2セットは、まあ、同じようなこう展開で取りました。
じゃあ第3セットというところだったんですけども、ちょっと第3セットちょっと流れがというところだったんですけど、どうですか第2第3セットというのは。そうですね、まあ第2セットもまあ1セット目とほぼ変わらない内容というか、それで最後ちょっと僕らが出れてからだったところなんですけど、3セット目はちょっと先に向こうに言い換えてしまって、まあ、向こうもミスが少ないチームなんでなかなか突破法がなく、そのまま押し切られてしまった。でもこう相手の、まあ、エースも5番あそこをちょっと抑えるかどう抑えるかというのも一つのポイントだったと思いますけども、このあたりというのはどういうふうに捉えますか。まあ、ずっと対戦してきて僕らもよく知ってる子なんで、まあ、ここをブロック行って、まあ、守備体験も話し合ったんですけど、まあ、それよりももっと上回ってきたというか、まあ、それは向こう頑張れって感じなんですけど、まあ、でも最後までちょっと対応しきれなかったんで、そこは対応できたらよかったかなと。なるほど。でその中でまあ第4セットまた26対24ということで取って、さあ最終セットどんな気持ちで選手たちこう送り出したといいますか、キャプテンとして。まあやっぱり2セットの5セット目って本当にまあ良くも悪くも勢いというか、15点なんでそんな、まあ、実力がどうこうとかじゃなく、本当に勢いに乗れて点取れたチームが勝てるのが多分5セット目だと思うので、まあ、そこで相手にちょっと勢いに乗らせてしまったのが苦しい点になってしまった原因かなと。なるほど。で、まあ、残念ながら 2-3 ということで敗れてしまったんですけども、今日こう実際そのセッターとして、まあ、どういう、こう組み立てというか、まあ、まあライトにまあ任せるのか、まあ、いろいろ考えてたと思うんですけども、どういうプランでこう攻撃しようというのは。今日1日通してライトの小山君がすごい調子良かったんで、まあ、もう最後に託すのはもうライトやなって途中から思い出したんで、まあ、でも集めすぎるとやっぱり彼も疲れてしまったり、まあ、ブロックに捕まってしまったりするんで、そこはうまいことでクリスコネットを織り交ぜながら最後にはライトに任せるという形で、なるほど。やっぱ小山君が入ってちょっと攻撃のバリエーションというか、まあライトに集中したときにレフトを振ったり、まあ、ミドルで攻撃したりみたいなところで非常に攻撃のバリエーションというか非常に多いのかなという感じはするんですけど、いかがですかこのあたりは。そうですね、やっぱりライトが左の選手になったってこともあって、コンビも組みやすいし、このライトのバックアタックも使えるし、幅は広がったと、なるほど。で、まあ、1年生の小山君というのはどういう選手ですか。やっぱりまだ1年生っぽいなと思うところもあるんですけど、やっぱりなんかすごい強いところでやってきた、負けず嫌いさというか、そういうのがあって自分の気持ちを作ってしっかり乗れたらもう本当どこにも負けないぐらいのエースになれるポテンシャルはあると思うんで、まあ、そこをどう引き出すかっていうのが僕の役目だと思うんですけど、まあ、これからあと半年ぐらい僕はそれを引き出せるように精進したいと思います。なるほど。で関西大学今日敗れて3勝4敗ということになりましたけども、まあ、これまで振り返ってということでどうでした。これまではそうですね、いい試合ができた時は勝ってて、まあ、自分らのバレーができない時は負けてたんですけど、今日は自分たちのバレーができてたのに、まあ、最後それ負けてしまったってことなので、まあ、そこはもう修正してやるしかないかなと思ってます。まあ、ここからまた実力が拮抗するチームとやることになるんで、その粘りの面で勝てるようにしっかり練習からやっていきたいと思います。なるほど。でまあ、これ終わって、まあ、西日本もあります。その前にまたカンカン戦ということで、総合カンカン戦のカンカンがあると、まあ、これはぜひリベンジしてほしいんですが、いかがですか。そうですね、まあ、フルセットで負けてしまったんで、もう、カンカン戦は絶対勝って、まあ、寛大に貢献したいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。